はい、マイスター新井です。今日はここもうおなじみですね、白金大店に、僕はいます。2020年ですね、今年ゴルフエフォートで、売れたゴルフクラブですね、そのランキングの収録に、白金大店に来ています。それでは行ってみよう。それでは早速ね、今日は説明してもらう方をお呼びします。いみさん。はい。白金大店のにみです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんか以前なく真面目な感じでね。はい。真面目にやっております。じゃあ早速ね、2020年、今年を締めくくるね、ゴルフエフォートで、何が売れたか、まず気になる、ドライバーからいっちゃいましょう。はい、はい、じゃあドライバー第3位。第3位はこちらです。テーラーメイドシム。テーラーメイドのシムです。おお、はい、ね、やっぱりこの辺っていうのはどうなのか、うちのお客様はやっぱりそのツアー情報に、そうですね、まあ、まずやっぱりタイガー・ウッズがこれに変えたっていうのがやっぱ第1の、ね、まあ、売れた要因です。はい、でまあ、うちのお客さんはやっぱ特にハードヒッターの方中心によく、うん、売れました。そうですね、まあ、飛距離性能でいうとかなり高いドライバーかなと。ね、ソールのデザイン見てもかなり前重心なんで、まあ、やっぱり低スピン、ヘッドスピードパワーを要するけれども、そういう人たちにとってはやっぱり、ね、皆さんやっぱ飛ぶようになった。そうですね、うん、やっぱり距離を伸ばしたっていう方も多かったですね、はい、うん、なるほど、はい、はい、第3位はテーラーメイドのシム。はい、それでは、はい、第2位。第2位は、うん、こちらです。おー、どうも、やっぱし、ね、はい、ピンの G410 の、ね、プラスです。プラス、はい、ノーマル。これはやっぱり女子プロ効果は大きいのかな。まあ去年から引き続きやっぱりシムのプロですね、効果で、まあ今年に入ってからずっと売れてたんですけども、まあ、今年、G425、うん、新作が出たおかげ、影響で、うん、今年ちょっと値段がお安くなったと、うん、そうするとさらに売れ行きに拍車がかかった、ね、はい、でまあこれはやっぱりもう皆さんおっしゃるのは方向性の良さ、促進性の強さ、ね、まあもう皆さん口を揃えておっしゃってますね。このやっぱりピン の, ドライバーのいいところっていうのは、今ね、新見さんも話したのに、やっぱり直進性、はい、本当にすごい右に左にね、帯連発してたお客様も、ピンで落ち着いてるっていうのが、もうこれ本当ぶっちゃけ話で、本当に曲がんなくなったよって。あとはこのプラスなんですけど、まあ、中でも、ね、優しいモデルなんだけど、はい、これ PGA ツアーでも結構プラスを使ってるね、多いですね。そうだから、ビギナーから本当にハードヒッターまで幅広くカバーできる、そんなドライバーかと思います。はい、はい、はい、分かりました。はい、さあ、栄えある2020ゴルフエフォートで一番売れたドライバーはこれだ。こちらです。第1位。テーラーメイド、うん、シムマックスです。マックスね。はい。マックスが1番。マックスが1番でした。はい、これはシムが3番でマックスが1番っていうのはなんか、やはりですね、テーラーメイドシムはちょっと低スピンっていうことは、うん、まあ、ハードヒッターの方にとってはすごくこう飛距離が伸ばせるっていう利点はあるんですけども、やはりちょっとアベレージゴルファーの方にとっては多少ちょっと難しいかなっていう、お声が多少やっぱ多くて、このシムマックスはまあシムよりかなり球は上がりやすいです。であとスイートスポットもちょっと広いが、フェース面もちょっと大きいので、優しくて飛ばせる。なるほど、ドライバー。松山君も当初はそうですね、はい、テーラーメイドに関して言えることはやはりうちの方でかなりカスタムシャフト、うんうん、まあスピーダーですとか、例えばこれはフジフラのベンタス、ベンタスね、こういうの入ってますんで、うん、まあこういうカスタムシャフトの在庫の多さっていうのが、うん、まあ、テラメイドシムマックスが
が売れた要因の一つでもあるかな、うん、そうですね、はい、もううちは特になんだけどやっぱりその、メーカー純正 TM なんとかっていうシャフトよりはやっぱりこういうアフターマーケット用のシャフトを、ね、別注特注もしくはうちでリシャフトっていう方が圧倒的に多いですね、はい、多いです。これ別にテーラーに限らずやっぱりピンも他のメーカーもやっぱりそのカスタム特注品っていうのはうちで純正よりもカスタムのうち全然本数そうですね。あとそれプラスまあ皆さんやっぱりテーラーメイド使ってる方以前から多いのでもうこのシャフトテーラーメイドのスリーブ付きのシャフト持ってるって方かなり多いので、そう、まあ、いろんなシャフトをこう付け替えて、まあ、遊べるっていうのもいいと思います、ね、そうですね、はい、分かりました。栄えあるドライバーのランキング1位はこのテーラーメイドのシムマックスでした。じゃあねこの流れで続いて、はい、フェアウェイウッドもいっちゃいましょう。フェアウェイウッドもいっちゃいます。はい、はい、じゃあフェアウェイウッド、はい、ね、第3位がこちらです。おなんとドライバーと同じランキングで、うん、第3位はテーラーメイドシムでございます、はいはい、このシムの特徴は何かやっぱり、まあ、素材にチタンを使用してるっていうところでかなりフェイスの弾き初速速くて、まあ、あとウェイトもこの前の方に来ておりますので、まあ、ドライバーと同じやっぱり高初速低スピンなのでもう距離ですね。距離が、これも下手するとドライバーぐらい飛んじゃうんじゃないかぐらい、ね、キーアップしてると結構、うん、ドライバーぐらい飛びます。逆にドライバーより飛んでないかみたいな、ありがちですね。いやいやもうすると、ね、アマチュアある、ね、はい、じゃあ第3位は、ドライバー同様テーラーメイドシム、はい、はい、そして第2位はなんとこちらでございます。お、これもドライバーと同じランキングですね、うん、ピンの410です、はいはい、でこちらも、うん、まあ、ノーマルの G410 ですね、はい、まあ、これもやはりドライバー同様去年からのシブの効果ですか ね、うん、ね、非常に売れております。これもやっぱり直進性座りの良さなどが、うん、ね、あとはこの、 シャローフェイス、シャローバックっていうところでアドレス取った時の安心感、これはもうピンは昔からもう安定感がもう抜群で、確かに優しいもん、ね、優しいです、うん、本当に優しいです、はい、やっぱりテーラーメイドと比べるとやっぱり優しさっていう面でピンが売れてる。そうですね、直進性の高さって言ったらやっぱりピンに勝るものは今年はなかったんです、うん、そうだね、うん、はい、ハイアル第2位はドライバー同様ピンの G410 でした。さて、はい、こうやってくるとさ、なんとなくそうかなって思ってるのは僕だけじゃないと思うんですけど第1位さあどうでしょう。第1位ほら来た、やっぱりこちらでした。まあ、なりますよねなっちゃいますね、ますよ、はい、まあ、これはなるべくしてなったというか、うん、このシムマックスはシムとの違いはありますか、ね、まず素材がこちらはステンレスですね。あとこちら可変式じゃないです、固定式です。やっぱりフェアウェイウッドは皆さん球をちょっと上げたいっていう人がやっぱり多いと思うんですね。多いです、ね、でシムに比べてシムマックスはやっぱり多少スピン量が多いので球が楽に上がる、っていうところで選ばれたのかなと、ね、はい、あとこのスピードポケット、これ下まで貫通してますので、フェースの下の方で、打っても飛距離にそんなにロスがない、うん、確かにというところはあります、ね、あとこの V スチールソールですね。あ、これね、 V スチール、ね、はい、懐かしい V スチールソール、これですごく抜けが良くなってます、うん、だからもうその今のテクノロジーとやっぱり昔の名機のね、はい、V スチールの頃のその抜けの良さっていうのを、盛り込んでる、シムもそうだし、このシムマックスも、まあ、打てば分かるという感じだと思います、はい、これでも新見さん、やっぱりうちのランキングでドライバーとフェアウェイウッドが全く同じモデルが上位3つ来たっていうのは、うん、やっぱりドライバーが良くてフェアウェイウッド共買いするっていうことなのかしら。そうですね、うん、で、まあ、ドライバーで例えばベンタス良かったんだって言ったら、まあ、フェアウェイでもやっぱりベンタスのちゃんと常にやっぱり
在庫するようにはしてますんで、そういうところで揃えていただきやすかったのかなっていう。と、はい、いうことは、フェアウェイウッドもうちではやっぱり特注品が強かったと。はい、はい、非常に良かったです。わかりました、はい。で冒頭でね、うちは特注品、カスタムシャフトが、売れ線だっていうお話をしたんですけど、これがベストバイの1、2、3です。下から、ベンタスの6から天聖 CK プロオレンジの60、そして、一番多かったのがスピーダーエボ6の569、はい、この3本が、うちではランキングで、割と他を圧倒したっていう感じで、ね、そうですね、うん、非常にこの3つのニーズは多かったです。もちろん人気の理由はですね、ベンタス、もともと USPGA ツアーで使ってる選手が非常に多くて、それが日本でも取り扱いがあって、最初結構ハードヒッター向けのイメージがあったんですけれども、意外に打ってみるとそんなにハードヒッターの方でなくても強い球が打てて飛距離が結構出るねっていうので、最初敬遠する方が多かったんですけど、一回使って試打していただいて、すごくしやすいねっていう方でリシャルトとか、カスタムで買っていただく方がすごく多かったんです。この天聖ですか、うん、天聖も手元常識系のシャフトで、これは意外に女子プロで日本の女子プロで使ってる人が多くて、ちょっと試したいなっていう人が多くて、意外に天聖使うとフェアウェイウッド同じの入れたいっていう、今までなんか結構シャフトですと先上司系のシャフトが飛ぶっていうイメージで売れてるものが多かったんですけど、今年に限って言うとこれ手元上司系の天聖とかっていうシャフトがよく第1位、エボリューション6、これはもう去年のウッドでも言いましたけど、シムのプロが使って爆発的に売れたと。これ癖がなくてすごく扱いやすいです。そんなにスピーダーでも中上司系のスピーダーなんで、いろんな人が本当にうち打てる、方向性飛距離ともにバランスがいいシャフトだと。なるほど、はい、なるほど、はい。ということでね、ゴルフェ4とカスタムシャフトランキングのベスト3、はい、引き続き、はい、2020年今度はアイアンランキングいきましょう。はい、第3位、第3位こちらでございます。おー、テーラーメイド、テーラーメイドの、はい、P770 新製品です。これがもうランキングに入ってきたっていうのはもうバカ売れ、バカ売れですね。今回の770は中空構造になりましたね、はい、芯の広さですね、中空ならではの、でロフトはスタンダードなロフトになりますんで、いろんな方にすごく使っていただきやすい、でソールの幅なんかも比較的そうね、厚くはない薄めなので、上級者の方中心に、今まで中空アイアンにちょっと抵抗のあった方でも非常にスッとこう使う試しやすいアイアンだと思います、これバックフェースこれだけ見たら多分中空って分かんないもんね。そうですね、マッスルバック、これマッスルバックかみたいな、こう見てやっとあれこれ中空かなって分かると思うんですけど、このやっぱり790をさらにシャープにさらにコンパクトにしたっていうところが、僕はやっぱりうちのねエポートのお客様にズッキュン来たんじゃないですか。そうです、見た目はすごくかっこいい、ね、かっこいいです、ええ、栄えある第3位はニューモデルなのにもかかわらず、はい、年間の第3位 P770 でした。はい、はい、それでは第2位の第2位は、はい、こちらでございます。はい、おお、ピン I210 でした。はい、これは結構もう女子プロ鈴木愛プロシーブのプロが使ってるっていうことで、意外に優しいというか、ピンのアイアンですと軟鉄モデルではないんですけども、こちらすごく打感が非常にいいです。で操作性もすごく高くて、球の高さ、
の打ち分けもしやすい、まあ、で非常にバンスもちょっとついてるんですかね。なのでどんなところからでもいろんな球が打ちやすいオールマイティーな球かなと思います。そう、すごくあの、ヘッドの外周も、ね、若干長めで、まあまあ、いわばミッドサイズっていう部類になると思うんですね。で、あの構えてもすごく優しいイメージがある長いの位置にもかかわらず、本当にトッププロ、PGA ツアーでも相当多いです。あのブループリントだけじゃなくて逆に I210 使ってるトッププレイヤーがいるぐらい、きっと操作性があの見た目よりもそうです、ものすごくいいのかなと。はい、流行る第2位はピンの I210 でした。いいようです。はい、さて流行る2020の第1位は、第1位はこちらです。どうぞ。やっぱりこれだ。おー、テラムドピン790の2代目ですね。これはある意味もうちょっと完成されちゃってるかなっていう感じはしますね。まずやっぱり楽に距離が出る、そして球の高さも出る、打感も中空とは思えないな。悪くない、これ結構エフォートのスタッフの中でも人気あります。使ってる人多いです。そうですね、多いですね、本当にあの理にかなったアイアン、あの一言で言うと、あの自分はそんな感想なんですけど、はい、見てかっこいい、打って飛ぶ、高さも出る、で打感はそんなに悪くない、はい、もうこれ以上言うことないっていうね。まあうちで飛び系のアイアンでもうダントツに売れたモデルですね、はいはい、ということで、栄えある2020年の、アイアンランキングベストバイ第1位はテラメドの P790-2019。 そうですね、はい、2代目、2代目になります。はい、はい、それではね、この後は後編続きます。お楽しみに。